フワランポーン駅は、タイの首都バンコクとパトゥムワンクにあるタイ国有鉄道の駅であり、タイ国有鉄道の主要幹線4路線の起点駅として位置づけられている。また、バンコクメトロの駅でもある。名称の日本語表記には揺れがあり、日本で観光されている文献や旅行ガイドブックによっては、フワランポーン駅あるいはホワランポーン駅と表記されている場合もある。 厳密には、この名称は主に、万国金坊で用いられる俗称であり、大国鉄での正式な故障はクルンテープ駅である。しかし、大国政府観光庁による観光物をはじめとして、諸外国で観光される書籍においては、フアランポーン駅と表記される例の方が、圧倒的に多いため、外国人の間ではクルンテープ駅という故障はあまり、一般的ではない。ただし、 逆に、タイの地方に行くと、一般人に対して、フワランポーン駅と言っても通じないこともあるなど、故障については煩わしい。その他、バンコク駅や、バンコク中央駅という名称が用いられる場合も、通常は当駅を指す。なお、タイ国鉄が反布している時刻表や、乗車券等における表記はタイ語では、英語による副表記は、バンコクで統一されている。 フワランポーン駅1897年3月26日に、大国有鉄道発の鉄道路線の開通に伴い、現在の位置よりやや北側に設置され、開業。その後、1910年から1916年6月25日まで6年間に、渡る移転、拡張工事を経て、現在の駅が開設された。移転、拡張以前、現在の場所には、 大国有鉄道の工場があったが、1910年6月に真っ赤山に移動した。第二次世界大戦中、連合国は駅を爆破しようと爆弾を投下したが、駅ではなく近くのホテルが被弾した。開業当時は貨物取扱いの機能も有していたが、1910年2月15日に機能の一部をチャオプラや川東岸に設けられた。 メーナーム駅に移し、残りの機能についても1960年12月にバーンスー駅へ移転した。以後はもっぱら旅客ターミナルとして機能している。2004年7月3日にはバンコクメトロの駅が開業した。バンコクメトロでは、正式にフワランポーン駅の故障を採用している。2016年6月25日、国鉄駅は、 現在の場所に駅舎が移転してから100周年を迎えた。国鉄ではターミナルとしての機能をバーン数駅へ移転させることを発表しており、2016年現在その工事が行われている。2020年頃と見られるターミナル機能の移転後は国鉄駅舎は博物館として保存される予定で、合わせて駅周辺には再開発により商業施設やコンドミニアムが 建設される予定である。その後、2021年部分開業に向け建設中の新線、ダークレッドラインがバーン数駅より東駅まで延長することが2016年7月に決定しており、これに関連して、大国鉄総裁は新線のための駅機能が残るのではないかと見解を述べている。ただし、新線のフアランポうの延伸は2025年以降、 開業の見込み。フワランポーン駅のライトアップ大国鉄在来線、地下鉄、フワランポーン駅ホームフワランポーン、駅コンコースコーナー北側7面14線の、東端式ホームを持つ、地上駅であり、ホームの駅、今夜よりは、アーチ状の大屋根に覆われている。改札口は設けられていないため、ホームへの出入りは自由である。番線は1、2番線、1、1番線。 一番線、二番線、十二番線である。通常一、二番線は留置線、一、一番線、一番線は到着のみに使用されている。大国鉄の他の駅同様、ホームは定床式である。校内待合席側に出発、到着を知らせる大きな電光掲示板があり、トイレは有料のものがコンコース、ホームにそれぞれ一箇所ある。 コンコースのトイレには長距離列車利用客のためにシャワーも併設されている。校内北側には列車の折り返し整備を行う大規模な車両基地があり、機動車の日常的な点検整備はここで行われている。地方からの玄関口として知られる。一般に長距離移動車の利用が多く、通勤通学としての利用は比較的少ない。対最初の官営鉄道として、 バンコクナコンラチャシーマが建設されることになり、その最初の開通区間として、クルンテープ駅アユタヤ駅間が、1897年3月26日に、開業した。東本線、クルンテープ駅、ウルポンテー車上パヤータイ駅ラーチャップラーロップ駅、マッカサン駅その他の路線クルンテープ駅ヨムマラート、駅チットラッターオ出シツ駅サムセン駅。 バーン数駅低所得の地方出身者のバンコクへの玄関口として知られ、その中にはここで野宿する人もいる。深夜10時から翌朝6時までは、コンコースの空調が切られるため非常に蒸し暑くなる。2004年7月3日、バンコクメトロブルーラインの開通により営業開始。二千十九年七月十九日にタープラ駅までの試運転が開始され事実上の 開業となり、その後9月21日にラックスオン駅まで投資での試運転が開始され、9月29日に運賃を徴収する正式開業となった。島式1面2線のプラットホームを有する地下駅。ホームにはフルスクリーンタイプのホームドアが採用されている。改札口は入り口側、出口側が分かれているので混雑解消になっている。 校内は飲食禁止となっているため、キオスクなどの売店は一切なく銀行の ATM があるのみである。大国鉄クルンテープ駅までの連絡通路がある。駅改装、編集フワランポーン駅スワンナプルム空港、フワランポーン駅の位置。ありがとうございます。